スパイダーマンスパイダーマンスパイダーマンは、東映が制作した日本の実写特撮テレビシリーズであり、マーベルコミックの同名のキャラクターをベースとしている。1978年5月17日から1979年3月14日まで、東京チャンネル12の水曜日19時30分から、全41話が放送された。1978年7月22日に、 開催された東映漫画祭りでは劇場用エピソードが上映された。東映とマーベルコミックの3年間にわたりお互いのキャラクターを自由に使用して良いという契約によりスパイダーマンを題材にしたテレビシリーズが制作された。設定や物語は東映が独自で創作しており原作とかけ離れた描写が描かれているが視聴率や商業的に成功を収め、 原作者のスタンリーも好意的に評価した。スパイダーマンが単身で戦うだけでなく、巨大ロボットに乗り込んで戦うという設定をはじめ、悪役側の組織構成やブレスレットの操作による変身描写など多くの要素は後年のスーパー戦隊シリーズに引き継がれていった。オートレーサーの山城拓也は巧妙な科学者の父を研究成果の悪用をもくろむ。 異星人のモンスター教授に殺された。故郷を滅ぼされて、教授を追ってきたが力尽きたスパイダー星人、ガリアから蜘蛛の能力を与えられて、超人、スパイダーマンとなり、仇である教授が率いる、鉄十字弾と戦う。銀河系を荒らし回る侵略者集団、山城拓也が、強化服のスパイダープロテクターを身につけた姿。拓也は、 スパイダーエキスを注入されたことで体質が変化したためにクモの能力を持ち垂直の壁に張り付くことや上り下りすることができる。スパイダー感覚で敵の動きを察知できるほか人間離れした体力も有するがクモの生態に準じた寒さに弱いなどの弱点も存在する。正体は秘密にしているが存在自体は早い段階で正義のヒーローとして認知されていた。 第7話では、スパイダーマンブギという歌が、レコード化され、売り上げが200万枚を超えるヒットを飛ばしているほど、有名になっている。インターポール秘密情報部には正体を知られており、協力関係にある。敵の前に立ちはだかるときには、大見えを切り、豊富なバリエーションでの名乗り工場を行う。樹木が多い場所では、スパイダーストリングスをターザンのことく駆使して移動する場合が多い。 ただし、オリジナル版のように建物を移動する際、スパイダーストリングスを使う描写は、ほとんど見られなかった。また、スパイダーマシン GP-7 を使わずに、徒歩で移動することが多いが、その際には、新宿の繁華街を無許可で、ゲリラ撮影したため、腰を落とした、やや怪しい体勢で歩くスパイダーマンの姿に、通行人たちが呆気に取られている顔が見られる。装備。 武器スパイダープロテクタースパイダーブレスレットガリアが乗っていた宇宙戦艦。普段は地底に隠されており、スパイダーマンに呼ばれると地割れを起こしながら地上に姿を現す。環境はライオンの頭のような形でレオパルドンの頭を収納しており、変形時には左右に割れて頭が出てくる。マッハ15での飛行が可能である。宇宙空間では高速に近い速度で飛行できる。 通常は、スパイダーマンが登場して、レオパルドに瞬時に変形するため、この形態での戦闘は少ないが、艦首に装備された主力武器のマーベラーカノンは、マシーンベムを倒すほどの威力を誇る。マーベラーが変形した巨大ロボット、以下のような武器を持ち、状況に応じて使用する。上記の通り、本作の見せ場に悪事を働く敵の前に完全と立ち裸かり、 原作を忠実に再現したポーズで大見を切って、長々と決め工場を述べる。その際には、主題歌のイントロ部分をアレンジした、キャッチ BGM が多く使用された。回を重ねるごとに、劇中の内容に沿ったものとなり、ポーズや、工場も様々なものに変化した。また、一部の話では、登場人物が類似した工場を述べることもあった。なお、スパイダーマン。 の部分は、スパイダーマン。と聞こえることから、後年には、インターネットミーム化した。他に曲とも作詞者の名義が、八つでサブローになっているが、渡辺中名の証言によると、オープニングテーマは、平山徹が、エンディングテーマは、吉川進が作詞したとのこと。当初は、現代にタイムスリップした山ケルを、主人公とし、スパイダーマンを脇役として登場させる作品を作る。 予定となっていたが、最終的には、スパイダーマンを主役に置きつつ、当時の日本人の間で、アメリカンコミックスの馴染みが薄かったことを考慮し、視聴者に強烈なインパクトを与えるべく、等身大ヒーローが巨大ロボの操縦もするという要素を投入した。その結果、コスチュームを除き、原作コミックと無関係といっても過言ではないとも評される映像作品となった。 平山徹も企画に関わっている。当時の玩具デザインを担当していた村上勝氏はスパイダーマンという題材に対して商売になるのかなぁという懸念があり、東映ゼネラルプロデューサーの渡辺良徳に助けを求める。固定観念にとらわれずに自由に発想していいから頑張りなさい。温骨心だよ。との許可と助言を得て宇宙から来たことにしても構いませんか と提案した村上は、さらに宇宙から来る時に、いかにも雲男らしい母艦に乗っている。しかもその母艦が、いかにも日本人好みがしそうなロボットに変形する、という提案を出して開拓され、レオパルドン等のデザインを担当するに至った。村上は、ロボットの登場が開拓されたのは、前年の大鉄人17がヒットしたからと推測している。 メインライターは、全41話中、キーハンター、マジンガー Z、G メン75等のメインライターで知られる、高く進むが劇場版を含む16話分を、初期のつぶらやプロダクション作品や東映特撮作品、等で著名な上原翔蔵が第一話、最終話なしを含む15話分をそれぞれ担当した。特に、上原作品は、後の宇宙刑事シリーズにも通じる内容であった。 敵の怪獣、または怪人に相当するマシーンベムは、ストーリー上、その登場に、全く必然性を感じさせないケースも珍しくなく、マシーンベムや、それに代わる存在が、全く登場しない回すら存在する。敵側の主役とも言うべきアマゾネスは、第15話で、スパイダーマンに正体を見破られるまでの間は、出版社の編集長、吉田紗エ子としての姿も描かれており、 最終話に至ってはアマゾネスを中心として描かれるストーリー展開となっている。鉄十字弾側のキャラクターデザインを担当した久保宗夫はアメリカンコミックスへの造形が深かったことから起用された。久保からの誘いにより京都市立芸術大学の同級生であった板橋修報等も参加した。東映プロデューサーの吉川進からの誘いを受けて後半から参加した。 監督の小林義明は本作が特撮ヒーローものの初担当であり、以降、東映特撮作品で多くの作品を手掛けた。吉川は古畑康夫にも参加を要請したところ、終盤近くの時期になって、いつになったら俺にスパイダーマンを監督させてくれるんだという意外な返事が返ってきたこともあった。本作品は巨大ロボットの登場や、 社会派ドラマなどから人気となり、当時の東京12チャンネルでは上位となる平均14%の視聴率を獲得した。翌年、東映はこの路線を発展させて、バトルフィーバー J を制作し、秘密戦隊、ゴレンジャー及び、ジャッカー電撃隊では使用されなかった巨大ロボットが、スーパー戦隊シリーズとして定着することとなった。日本側スタッフの発案によって生まれたレオパルドンは、 小合金をはじめとしたトイフィギュアとして商品展開が行われ、子供向け特撮作品の玩具としては当時史上空前と言われる大ヒット商品となり、番組の商業的な成功をほぼ一手に引き受ける格好にまでなった。その後のマーベルトンの提携で制作された初期のスーパー戦隊シリーズにおける巨大ロボットの登場も本作品の影響があったとされる。 原作者のスタンリーは原作のスピード感と同じアクションやレオパルドンを好意的に評価した。リーは世界各国でスパイダーマンが制作されているが、その中でも日本版だけは別格だ。レオパルドンは別として。とのコメントを残しているが、レオパルドンに関してとてもかっこいいロボットだったともコメントしている。また、マーベルコミックのエージェントだったジーン・ペルクも当初は レオパルドンの存在に抵抗感を示していたが、2、3ヶ月後には、好意的に評価している。マーベルコミックのテレビ制作部門である、マーベルプロダクションズの会長だったマーガレット・ローシュは、この投影版、スパイダーマンを、米国ネットワークに売り込もうとしたことがあったという。ローシュは後に、全米ネット局、ホックス・チルドレンズ・ネットワークの初代社長に着任し、 このことがパワーレンジャーの放送のきっかけとなった。映像ソフトの発売は1980年代末期にビデオソフトが一巻のみ発売された以降は長い間行われずサウンドトラックアルバムも CD 化の際にジャケットが差し替えられた。公式の出版物でも1995年発行の超人画報を最後に長らくスパイダーマンの写真は掲載されなくなった。2004年に DVD ボックスの発売が発表されたが、初版の事情により一時向き延期状態になった。最終的に2005年12月9日に発売され、それに合わせた雑誌の特集記事でもスパイダーマンの写真が使用された。ただし、東映は DVD ボックスの発売を最初で最後と公言しており、これ以降は本作の映像を収録したソフトは発売されていない。 2006年8月にはワンダイから、超合金魂 GX-33、レオパルドンスパイダーマンが発売され、ソフビ魂、スパイダーマン、ポピニカ、スパイダーマシン GP-7 が同梱されている。2009年3月からは、マーベル公式サイトで無料配信が開始された。日本語音声に、英語字幕を付加する形で配信され、 毎週木曜日に新作エピソードが追加されている。掲載詞だったテレビマガジンの2011年11.12月号、付録のテレマガ40周年記念 DVD にスパイダーマンが仮面ライダー V3 と共にメインを張った1978年12月号の表紙がそのまま紹介された。バンダイスピリッツとバンダイは2020年5月より、 超合金魂 GX-33R、レオパルドンマーベラー召喚セット、SH フィギュアーツ、スパイダーマン、スーパーミニプラ、スパイダーマンレオパルドン、アパレル商品などを順次発売することを発表した。発売は、超合金魂と SH フィギュアーツが、バンダイスピリッツ、それ以外の製品はバンダイがそれぞれ担当する。二千二十年十一月二十日、 アメリカのディズニーのドキュメンタリー番組マーベル616においてジャパニーズ・スパイダーマンとのタイトルで東映版スパイダーマンに関する特集が配信された。同特集は日本ではタイトルを日本版スパイダーマンとして同月27日に配信した。フジテレビで2021年5月15日19時より佐藤二郎が MC を務める超逆境クイズバトル。 99人の壁のマーベルクイズにて、この人が演じたマーベルヒーローは誰という問題で、現在のか山ま介の顔写真とともに、当時の映像が地上波で放送された。ありがとうございます。